はい、皆さんこんばんはこんばんはえっと今日はねいちご狩りの話をしようかなおいちご狩りはい最近いちご狩りに行きましてねねあいちご狩りのシーズンってちょっと今遅めですけどね普通はどうでしょう冬の終わりというか2月3月かな月、月ぐらいが一番 美味しいといとうかね、はい、旬の時期なんじゃないかなと思いますけどうんでも最近行ったんですよ、うん、そういちご農園かな、うん、に行っていちご狩りをしましたはい、うん、なんか前にもあのブルーベリー狩りに行きましたよみたいなお話をしたことがあると思うんですけど今回はいちご狩りですねはい、うん、実はあの初めてだったんですよね いちご狩りがあ初めて行ったってことあ僕がねおおあ記念の日ですね初めてじゃなかった私は何回か行ったことがあってあそうなんだはい昔ねうん僕は初めてでなんかちょっとなんて言うんだろうないちご狩りに行ったらいちごをめちゃくちゃいっぱい食べれると思ってたんだけどそうだよねそうそう意外とそうでもなかったなと思っていていっぱい食べてなかった 個食べたそれは <laughs> いやめっちゃ食べてる150個食べたんだけど、うん、イメージとしてはもっっとと食べれると思ってた、うん、いや150個私も食べたことないいやなんかねやっぱりブルーベリー狩りに僕は行くのが好きだから <laughs>、はい、ブルーベリー狩りに行ったらさブルーベリーってちっちゃいですから、うん、もう手にこう10個ぐらい入れてこうバッて食べたりできるじゃない100個とかすぐ行くんですよ そうねいちごって結構大きいから大きくてちょっと甘いよねそして水分も多いしね、うん、なのであんま食べれなかったねいや食べたよ <laughs> まあまあ150個は食べたんだけどいやそ,そこまでいけばもう十分食べてます、うん、まあまあそうねそうなんだけど <laughs>、うん、あとなんか思ってたのはいちご狩りって結構値段が高いんだね高かったね、うん、びっくりしました、うん、また、あ、多分あの そんな高くないと思うんだけどねあの僕らが行って高いなって思ったのは多分全国で見たらそんなに高くはないでしょうきっとまあそんなもんだよねっていう価格なんじゃないかなと思うんだけど結構高いんだなって思ってうんそうそううんいちごをまあスーパーとかねあのお店八百屋さんとかで買おうと思ったら、うん、まあ結構高いんですよそうねどうだろう5個ぐらい入ってて もう結構いい値段しますよねそうだねだからあやっぱいちごって高いんだなみたいな思ってね、うんうん、でそのせっかくだから元を取ろうと思いまして出、うん、た元を取る、うんはい、で今日はその元を取るっていう言葉を紹介したかったんですよお<ー>はい、はい、なんか元を取るっていうのはあのー、例えば、まあ、今の話まさ,まさにそうなんですけど、うん、せっかく高いお金で いいちご狩りに来ているんだからせめてその値段分は食べたいみたいな時に使う言葉「うんまあ、元を取る」っていう言葉なんですけどうん、うん、まあよく使われるのはまあこういういちご狩りとかブルーベリー狩りとかリンゴ狩りとかねうん、うん、そういう時にも使われるし、うん、あとその、まあ、日本では、うん、バイキングっていうんですけど、はい、<laughs> バイキングスタイルの ああ、そうね。そもそもバイキングの話をしないといけないと思うんですけど日本ではよくわかんないけどバイキング形式っていうなんか <laughs> ご飯の形式があって <laughs>、うんまあ、例えば、えー、5,000円払ったら1時間その食べ放題みたいな。ははい、はいでその ホテルとかの、ね、まあよくイメージできるのはそのホテルとかの朝ごはんで大きいなんか器とかにいっぱいサラダとかお肉とかねいろんな料理が並んでて、うん、まあ自分でこうお皿を持ってってこう取って食べるってあるじゃないですか。なんていうのブッフェスタイルとかそういう感じなんですけどそれをまあよく日本ではバイキングと言ってて、うん、まあせっかくそのお金を払ったから、うん、あのそれよりも。 なんてい,うのいっぱいもう食べようみたいなはい、はい、それをまあそうですね、うん、そういうあの考え方じゃないよねああそうだね、うん、いや昔はそうだったよあの若い時はねあそうなの胃にどれだけ入るか <laughs> 考えて <laughs> まあせっかく払ったしねいいものをいっぱい食べようって思って言ってましたね、うん、本当に元を取ろううっていう、うんうん 僕は今でででももそううすすいいやもう十分取れたんじゃないですか、ね、<laughs> まあまあそうねまあでもねあのそうは言っても <laughs> うんなんかやっぱりそういう考えじゃなくなってきたよね,そうだね昔に比べればね昔はやっぱりさ大学生の頃とかって、まあ、お金もないからねお金がない中でそんだけのお金を出すんだったらもうしっかり食べて、うん、あの元を取りたいなんて思ってたけど今はないかな。 そうだね、うん、なかなかそういう食べ放題みたいなところに行く機会も少なくなってきたので、うん、そうだね苦しいしねそうそう久しぶりにねいちご狩りでいくらでも食べていいですよって言われたらなかなか食べれなかったですね,ね、うん、いちごってそんな食べれないんだなって思ったそうね、うん、そうねやっぱりねあのあと僕思うのは、うん、その日本のいちごって、うん、あのよく、まあ、日本の果物は全部そうですけど、うん あの品種改良っていってこうなんかいろいろ頑張ってね農家の方々がやってめちゃくちゃ甘くなってるんですよ、うん、あ,あそっか、うん、何でも甘いよね確かにいちごも甘いしブドウとかうん、うん、リンゴとか全部めちゃくちゃ甘いんだけど、うんあのー、僕あんまり甘い果物好きじゃないんですよあ,あ言ってたねなんか果物ってさその酸っぱさとちょっと甘い オレンジみたいなねあとグレープフルーツみたいなそれが美味しいよね確かにちょっと酸っぱいのがあるからいっぱい食べれるっていうか甘いイチゴなんてもうさまさにさ甘いものを食べてる感じじゃない確かにね酸っぱいいチゴの方が好きですねうんかもうバナナぐらい甘いよねうん最近のは甘いものを食べてるみたいなうんうんうんそうだから甘いものをいっぱい食べれないなと思って確かに だっってて例えばさバナナ食べ放題ってきつくないきついね <laughs> 多分 5, 個5本ぐらいあればもう結構きついと思うバナナ甘いもんねうん、うんうん、まあだからねそのまあ例えばアイスクリーム食べ放題とかもそうだと思うんだけど、うん、甘いものを食べてるとやっぱりこう辛いものうん、うん、辛いというかね塩辛いものは食べたくなりますし、うんうん、まあ、だか難しいねそうだねはい まあそんな形で今回はいちご狩りに行ったんですけど、うん、まあ前も聞いたことあると思うんですけど、うん、皆さんは何狩りが好きですかね何狩りが好き私いやもうなんだろうそんなないけどブル,ブルーベリー狩りはやっぱりいいなって思います <laughs>、うん、分かるほどよい僕,僕はブルーベリー狩りが一番好き <laughs> 小さくていっぱい食べられるしねうん、うん、そうそうそうだしあのブルーベリー狩りはあのんだろう まあ場所にもよると思うんだけど、うん、そのブルーベリーを取って重さでいくらみたいな感じで買って帰れるところが多いと思う。うんうん、あそうだね、うんまあ、あのもちろんいちご狩りとかりんご狩りとかもそういうところは多いと思うんだけどうん、うん、でもあのブルーベリーの方が持って帰るようにもあるようなイメージがあってそうだねいちご狩りとかも食べるだけとかねブドウ狩りもそうだけど<ー>食べるだけで確かにというか多いよね。ううん、うん、うん ね、あ,のあとですね冷凍とかして食べやすいですしねうん、うん、そうねそうそうなので、まあ、また行きたいなと思いますけどね楽しみですねいちご狩りもいいかな記念のブルーベリー狩りには何回も行きたいですけどねブ <laughs>、ね、ルーベリー狩りは、えー、来月ぐらいかな<お>6月ぐらいから行けますかねあじゃあもうすぐだ楽しみ、うん、楽しみですねいちご狩りは、まあ、あと1回ぐらい行きたいけど 高いからねねそうね、うんまあ、どれぐらい高いかっていうといちご狩り1回行くのでブルーベリー狩り4回くらいいけます、ね、<laughs> まあそう,そうね、うん、いけそうね。なので、まあ、今回はちょっとブルーベリー狩りになるかな。はい、次はね。楽しみです。うん、という、まあ、今日はかなり雑談でしたけど、はいまあ、皆さんのコメントお待ちしてます。ではでは。あそうだ。ん でできればあの、うん、元を取るっていう言葉を使ってみてほしいですね。そうですね。はいぜひ使ったコメントお待ちしてます。ではでは。